孤児院で暮らす少女アーヤ。ここでは全てが彼女の思い通り。おじさんのパイは世界で一番美味しくて素敵な匂いがするんだもん。ランチを楽しみにしておきな。昨日の晩、子供たちが幽霊の格好をして。それ私がやったの。園長先生とお別れするのが一番嫌。あーや、あなたって子は。ほらこれ、みんなには内緒や。あー、私園で一番の幸せ者ね。とか別のところで暮らしてみたいと思ったことないの？ここではみんな私の言う通り。しかしそんなある日、アーヤを引き取りに来た謎の2人。これにするよ。なんでこうなっちゃったわけ？私の名前はベラヤール、魔女だよ。あんたをうちに連れてきたのは手伝いが欲しかったからだ。しっかり働くなら痛い目に遭わせたりしない。じゃ決まりね。おばさんが私に魔法を教えてくれる代わりに、私がおばさんの助手になってあげる。さっさとカゴいっぱいイラクサを取ってきな。流しにあるのも全部だよ。何があってもマンドレークを煩わせるようなことをするんじゃない。二度とこのことで煩わせるな。私に魔法を教える気なんてないんだわ。君が一番知りたい呪文は終わりの方にあるよ。あんた喋るんだ。新しい家で起こる不思議な出来事、そしてアーヤに隠された秘密とは。よし、負けるもんか。アーヤと魔女、総合30日夜7時30分。ねえトーマス、あの二人なら私たちの思い通りに操れるようになるよ。